この先はお前一人だ。アインのこと助けてやってくれ。お父さん、よろしくお願いします。了解しました。行ってきます。ん？着いた。え、武器は？おるやん。来たな。ん？お。邪魔はさせないと言ったはずだ。相馬をこれ以上苦しませない。相馬は僕が守る。大丈夫だ。俺を苦しめに来たわけじゃないさ。じゃあお前はここに何しに来たんだ？アインを助けに来た。助ける？なら僕と同じなのか。厄災が起きてから相馬はずっと一人だった。助けてくれるやつなんて現れなかったんだ。僕は相馬が小さい頃からずっとそばにいたけど、今までは何もしてあげられなかった。でも最近になってようやく僕は相馬に干渉できるようになったんだ。おう。お前とフィムが起こした広域のエンゲージ、あの事象がトリガーとなり、俺の中にいる荒神の自我、つまりこいつが仮初めの目覚めを迎えたんだ。トリガーっていうのはトリガーじゃない？そう、僕がこうして相馬に干渉できるのは一時的なこと。あとほんの少しの間だけなんだ。もうすぐ僕はまた眠りに入る。それまでに僕は相馬を食べて荒神にしないといけないんだ。なんで？相馬は厄災が起こったあの日からずっと苦しんでた。俺のせいで多くの命が失われた。俺のせいで全てが壊れて消えたってね。なあ相馬、お前は逃げたかったんだろ？ああ、その通りだ。俺は厄災を引き起こした罪からずっと逃れたいと思っていた。うん。相馬が逃げたいって思ってるなら逃がして楽にしてやりたい。僕が相馬を食って荒神にしてやれば苦しまずに済む。そう思ったんだ。そんなヤンデレ的思考やめな。まあ優しい、偉い、まあ優しいかな。そうか。人の言うことってやっぱりよくわからないな。相馬、待ってて。もう少しで食べ終わるから苦しいのから逃げられるさ。アインはそれでええんか？いや、俺はもう逃げない。どうして？生きることから逃げるな。かつて俺のダチが言った言葉だが、それを再びお前に言われた気がしてな。誰が言うたんやろ？リンドウかな。そうか。相馬のことを助けてくれるやつはいない。相馬の心を救ってくれるやつなんてもう現れない。それならいっそ僕がって思ってたけど、相馬はもう一人じゃなかったんだね。わかった。それなら相馬を食べるのやめるよ。相馬、お前は生きろ。相馬が荒神になっちゃうより相馬のままでいてくれた方が僕も嬉しい。ほんまに優しさでやっとってんな。すまない。
手間をかけさせたな。ううん、話せてよかった。お前も人の割には面白いやつだな。楽しかったよ。あれ、そろそろ時間か。もう眠るんか。おう、ソーマ。いや、もうアインなのか。ややこしいな。まあどっちでもいいか。こいつのことこれからもずっとよろしくね。消えてった。ありがとうな。この先に俺の記憶の結節がいるはずだ。結局敵おるんかい。おらんもやもた俺。行こう。マジかよ。何がくんね。怖っ。領域に大きな歪みが発生しているな。まあ。来るぞ。ちょっと待って。背中は預け。見てたわ。ああ。人面剣か。ここで人面剣ね。いやもううかつに俺食らえへん。回復がさマジでもうしょっぱいから、細かくは狙っていくけどしんどいよな。食らえんのよ。あぶな。おい、怖い。1回2回。あが、あぶねー。やばいか。あが、あかがが。オッケー。え？あ！妄想のモードか。なるほど。これは。結節が喋んな。やべ！何しとる？いや！死んでもだ。そうかもしれないな。ちょっと待って、あっこに回復あるやん。それでも俺はもう己の隅から逃げはしない。取りたい。ああ消えた。ちょっと待って。あざす。いやーそのモード、いや、そのモード入ってから強くね、おめえ。なんで俺、なんか体力徐々に減ってんねんけど、なんでなんこれ。あ、さすがに旗色が悪い。いやいや、悪い。俺はもう逃げない。罪を背負い、そして必ず生き抜く。ちょっと、極道で戦い続けている俺の仲間。そして俺の中にあり続けてくれたあいつと、いや、俺が苦しんでる。ああ。ああ食ってくれ、頼む、助けてくれ。何？いや俺ももうしまいやねん。体力あらんねん。いやそれはな、知りたくねえよ。
榊のおっさんと立花には悪いが、この力一足先に試させてもらう。あれ死なへん、あれ死なへんわ、なんでや、不死身俺、あれ俺不死身か、死なんの、はい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 、どうした、あ死なん、おい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 、どうした、あお前不死身ぞ、お舐めるな、チートモードや、あー食らわんな、へい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 、どうした、あ、あ痛い、あ痛い言うても痛ないわ、どうした、あへい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 、ほらさっさと落ちろおめえ、おいほら、あ痛くはないけどお前タフいな、はい落ちてくれてんやぞ、はい落ちろ、へい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 、大技叩き込めたらな、へい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 、おい来た、おい一回でいい、ほい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 、おいどうした、はい落ちろお前、長生きすなよお前、死に損ないが、勝てると思うだ、終わったみたいだね、なんか羽みたいな生えてる、世話になったな、最後の相馬の役に立ててよかったよ、これで本当にお別れだ、それじゃまたね、ちゃんと腹いっぱい食べるんだぞ、そうするさ、いつかまた会おう、ああ消えてもだ、ここは無事目覚めたか、おかえり、おかえりなさい、おお一緒のこと思ってたな、さすが娘、ああただいま、アインさん、ご気分は、大丈夫だ、長い夢を見ていた気がするな、みんな迷惑をかけてすまなかった、改めて礼を言わせてくれ、ありがとう、特にお前には随分と無茶をさせてしまったな、まあな、だいぶ死にそうになったわ、まあまあまあ無茶は嫌いじゃないでしょそうだったな、エイミー、皆をロビーに集めてもらえないか、改めて俺の口から説明したい、うん、俺が知る厄災のすべてを、はい了解しました、てかゴッドイーターになったら歳取らへんの、取るんが遅いんか、以上が厄災の日の真実だ、うん、何か質問があれば答える、いや質問つうかさ、アインさん悪くねえじゃねえか、あんた他の二人を止めようとしてたんだろ、なんで厄災の三賢者なんて呼ばれたままで平気なんだよ、家庭はどうあれ、俺は海域を発生させる技術の一端を担い、そしてただ一人機動実験を阻止できる立場にありながら、結果として止めることができなかった、まあまあまあ結果だけ見たらまあそらそやけど、それが全てだ、いやそうなのかもしれないけど、アイン、この先あんたはどうしたいんだ、俺は改めて極東を目指す、うん、海域を解決するためにはやはり極東の連中と接触する必要があると考えている、極東にいたというあなたの仲間はまだ生きているのか、極東にたどり着いた先であなたに後悔してほしくない、悲観的なことを言うようで申し訳ないが、まあ、分からんからな、いや、いい、気を使わせてすまないな、
確かに極東の連中が生きている保証はどこにもない。薬剤発生直後に一度だけ連絡が取れたが、海域に分断され通信は途絶えてしまったからな。だがあいつらがそう簡単に死ぬはずがない。きっと生きている。俺はあいつらを信じているんだ。ほか、これからどうやって極東を目指すんです？極東に向かうにあたってまず必要なのは中継拠点となる港の存在だ。うん、まだ航路のない海域で単独航行するのはあまりにリスクが高すぎるからな。補給経路を確保する意味でも港の建造は必須となるだ。それがユーゴの港ってこと？それって極東に行くために複数の港を建てていくってことですか？え、アインが建ててくの？その通りだ。だがこの港はどれも極東にたどり着くという目的のために使い捨てしていいものではない。まあな、港を言うてんねんから。港一つ一つがその地域に住む人間にとってかけがえのない家でなければならない。うん、俺はそう考えている。俺はこの世界の一端を担った人間だ。道中にある人々を見捨てていけるはずがない。果てしなく長い道のりにはなるだろうが、お前たちにもらったこの命無駄にはしないさ。なるほどな。あんたの目指すところは大体分かった。だがそれなら俺たちの向かう先は同じかもしれないな。何？俺は誰もが自分の願いを叶えられみんなの拠り所となる、そんな港が作りたい。でもそれは一つじゃ全然足りない。世界中にそんな港をたくさん作っていくんだ。ああ、ユーゴ言うてたな。せや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 。なあアイ、俺たちの夢の先にあんたの夢もあると思わないか？ああ、確かにそうだな。アイン、この船では同じ夢をいいと思ったらもう仲間らしいぞ。なあフィム。同じ夢を追っかけると仲間だし家族だよ。かわいい。そういうことだ。はい、俺たちと共に新たな明日を目指そう。よろしく頼む。ええ話や。これで DLC にも終わりか。なるほどな。ってなわけで、もう今回をもってゴッドイーター3はもう本当に終わりかな。本編と DLC1 と DLC2 をやったし、これで終わりかな。だいぶ長く続いたけどね、これ以上やっても長なるからっていうのもあんねんけど、まあ良かったかな。フィムがただただ可愛いっていうあれ感想やな。あのガドリン親子は俺嫌いやわ。あんま好きじゃない。自分が可愛いと思ったマナ娘ができたゲームやったな。ああよかったわ、癒された。変な感じかな。まあ多分80ぐらいいってんのかな。だいぶ長いシリーズになったけど、長期にわたるご視聴ありがとうございました。また次のシリーズでお会いできたらと存じます。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またの機会にお会いいたしましょう。さようなら。